なんだろう、ここのところ随分と頭が痛むな。うん、姉さん大丈夫。多分ただの偏頭痛だから心配しないでね。アークエネミー、ニルバーナに被害蓄積。姉さん！対象に障害なし。続行。姉さん！姉さん！やめろ！姉さんに触るな！アークエネミー、ニルバーナの破壊を完了。僕の知らない記憶、これは一体。疲れてるんだ。そう、ただそれだけなんだ。なんでもないよ姉さん。うん、行こう。早く手に入れなくちゃね。青の魔導書。どうしたの姉さん。あれはラグナザ・ブラッドエッジ。さすがは姉さんだ。今日は運がいいね姉さん。こんなところで青を見つけられるなんて。お？ラグナザ・ブラッドエッジの他に誰かいるみたいだ。うん、そうだね姉さん。少し様子を見よう。そこの影ならちょうどいいかな。来て姉さん。二人か。他にはいないみたいだけど、ここからじゃ姿がよく見えないな。わかりました。ラグナタブラッドエッジ、今日はこれで引き下がりますが、次に会った時はまた敵同士です。この声、ノエル先輩。あ、言ったみたいだ。よかった、好都合だね姉さん。今なら。あれ、どうしたの？ノエル先輩が気になるの？でも姉さん、ノエル先輩は関係ないよ。僕らの目的はラグナザ・ブラッドエッジ。青が、青の魔導書が今そこにある。隙を見て一気に行こう。なんだろう、隙だらけなんだけど。うん、わかってる。とてもとても危険な予感がする。まるで肉食獣を見ている気分だよ。で、そこの覗き野郎、てめえはいつまで見てるんだよ。気づかれてましたか。さすがはラグナザ・ブラッドエッジですね。てめえは確か戸が多いな。何の用だよ。ガキと遊んでる時間はねえんだけどな。いいえ、こちらにはあるんです。ラグナザ・ブラッドエッジさん。おい、忠告しといてよ。俺は今すげえ機嫌が悪いんだよ。ぶった切られたくなけりゃ目の前から消えろ。それで引くとお思いですか。だろうな。姉さん、ラグナザ・ブラッドエッジを倒そう。そして青を。それでは行きます。
The wheel of fate is turning! Level 1! Action! だから言っただろうが、後悔しても遅えぞ、クソガキが。やはり強い。最初に言ったよな、手加減はしねえぜ。消えな。姉さん。ジン。あれ、姉さん、ありがとう姉さん。そうだね、僕はまだ姉さんがいないと何も。ありがとう姉さん。てめえニルヴァーナ、このクソ野郎が。あれ、ラグナザ・ブラッドエッジが落ちちゃった。追わなきゃ、追わなきゃ。青、カルル殿、いさかいの音が聞こえたから来てみれば。遅かったでござるか。カルル殿、少し我慢するでござるよ。今病院に連れて行くでござる。なんと、ライチ殿が不在とな。うん、ちょっと大事な用事があるみたいでさ。これは参った。とりあえずその子をベッドに寝かせてあげよう。応急処置ぐらいなら僕もできるからさ。おう、かたじけないでござる。待ちなさい。ん？あなた、カルル君に何をしたの？拙者でござるか。あなた以外に誰がいるんです？こんなに傷だらけで。カルル君、今助けるから。ちょっと待つでござる。それは大きな誤解でござるよ。犯罪者はみんなそう言うんです。犯罪者？本当に違うでござるよ、拙者は。そこのお姉さん、この人は本当に違うよ。あなたは？僕はこの診療所の助手。バングさんはその子が怪我をしたって言って連れてきてくれただけだから。嘘ではなさそうですね。脅されてもないようですし。ごめんなさい、私てっきり。いやいや、誤解が解けたならそれでいいでござるよ。しかし犯罪者とは、全くこのどこから見ても清廉潔白のイカルガ男児を捕まえて。何か言いました？何でもないでござる。とにかくカルル君は早く。中に運ぶでござる。人形が一人でに。下ろしてください、バングさん。カルル殿、気がついたでござるか。のどうしたでござるか。安静にするでござる。姉さん、敵なんだね。うん、分かってる。
姉さんが敵だって言うならそうなんだよね。え？そういうわけですから、ノエル先輩、申し訳ありませんが死んでください。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. Combo. Allegretto. Brio. Air combo. Counter. Yeah, 強くいきます。どうだ。ほら。どうだ。Combo. Counter. そんな無駄 combo. Air. Counter.究極です、ノエル先輩。さようなら。させる。どうしてですか、バングさん。拙者、決闘に水を差す気は毛頭ござらん。しかし、これは決闘ではない。何か今のカルル殿は様子が変でござるよ。こちらの女子はお主の手当てを手伝おうとしただけでござる。戦闘する意思は全くなかったでござるよ。バングさん、どうしたでござるか。少し頭を冷やすでござる。何を知ってるんだ。僕の何を知っていると言うんですか、あなたは。もう僕に構わないでくれ。行こう、姉さん。カルル殿、待つでござる。まだ傷が。無理しすぎたかな。ううん、大丈夫だよ姉さん。心配しないで。少し疲れただけだから。再生の術式を内包した回復薬、反動が怖いけど仕方ない。少し休めばなんとか。姉さん、どうしたの？統制機構の？その制服は第ゼロ師団ですよね。どなたですか？僕には審判の羽に知り合いなんていないはずですが。カルル・クローバー、あなた、カルル君よね。あ、その声は。私よ、カルル君。椿弥生。覚えている？椿先輩。覚えていてくれたのね。嬉しいわ。けれど、こんな再会の仕方はしたくなかった。椿先輩は、第ゼロ師団へ行ったんですね。さすがは名門弥生家、といったところですか。そんな先輩に、少々お伺いしたいことがあるのですが。何かしら？答えることはできないと思うけど。第ゼロ師団は事実上、統制機構の最上位に位置する。椿先輩ほどの立場なら僕の父の居場所を知っているのではと。あなたのお父様？
レリウス・クローバー。あ、まさか。その顔、ご存知のようですね。申し訳ありませんが、どんな手を使ってでも聞かせていただきます。カレル君、本気なの？本気でなければ僕は今ここにいません。そのくらいわかるでしょう。幕開劇はここまでです。始めましょう。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. そんな、お願い。カウンター。どうです、お願い。カウンター。リバーサル。カウンター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 。お待ちなさい。ねえ、カウンターかけろ。お願い、リバーサル。どうだ、手やっ。姉さん、カウンター切れ。強くいきます。カウンター。強くいきます。あー、かけろ。カウンター。よっ、これからです。せい、え、そんな。リバーサル、強くいきます。強くいきます。怪しい商人だったけど、あの回復薬ちゃんと聞いてくれたみたいだ。カレル君。さあ、椿先輩、話していただけますよね。ちゃんと話せるくらいには手加減したつもりです。させないよ。カルル君、久しぶり。今度は誠先輩ですか。今日はなぜか懐かしい人によく会う日ですね。同窓会か何かあるんですか。同窓会だったらよかったんだけどな。それにしてもカルル君は相変わらずちっこくって可愛いね。何でも言うこと聞いてあげたくなっちゃうんだけど。椿を渡すわけにはいかないよ。どうして邪魔をするんですか、誠先輩。統制機構の仲間だからですか。親友だからだよ。それ以外に理由とかないし。僕には理解しがたいですね。それより誠先輩、その漆黒の制服は諜報部ですね。ならあなたの方が詳しそうだ、父のことを。父？父って父ちゃんってこと？レリウス・クローバーだそうよ。私はいいから逃げて。まこと、彼は思っているよりずっとうわぁ、少年漫画っぽい展開だねこれ。それで椿を置いて逃げると思う？まこと。椿、今は喋らなくていいから。しかし、なるほどね。誠先輩もやっぱりご存知なんですね。諜報部の方ならもっと詳しい情報を聞けるかな。ねえ姉さん。逃げるよ椿。え？ああ！逃がすとお思いですか。行くよ姉さん。おっと、甘い甘い。見極めが甘いね、カレル君。じゃ、またね。待て！早い。見失ったか。けれど絶対に聞き出してみせる。これはチャンスだ。父さんの手がかりを知るであろう人間が二人もこのカグツ市にいる。どうしたの姉さん。この
辺でいいかな。椿、立てる？うん。ありがとう、誠。でも驚いたわ。どうして誠が？まあ、ぶっちゃけ諜報部の仕事なんだけど、お互い仕事の話は、なしで。そうね。うん。そうしましょう。って、言ったそばからなんだけどさ、椿、第ゼロ師団って、どうなの？どうなのって、答えようがないわ。つまり、今の仕事に、疑問とかないのかなって思って。どうしてそんなことを？統制機構、帝の御事は絶対よ。それでいいの？いいも悪いもないわ。この世界には絶対的な秩序が必要。その秩序こそが統制機構。疑う余地はないわ。誠、前にも、いや、何回も話してることだけど、私は戦争のない、争いのない世界を作りたいの。そのためには秩序が必要だわ。絶対的な。そっか。うん、分かったよ。じゃあ私は仕事があるからもう行くね。誠？ええ、分かったわ。それと、助けてくれてありがとう。いいってこと。それじゃあね、椿。統制機構、ここで待っていればあの二人もいずれ。姉さん、どうかした？向こうから誰か来る。うん、分かったよ。あの人、カルル君、よかった、ここにいたのね。あなたはオリエントタウンの診療所の？どうしてここへ？わざわざ追ってきたんですか？リンファから話を聞いて、バングさんと一緒に探していたのよ。傷がまだ治っていないからって。構わないでくださいって僕言いましたよね。それに傷なんてもうないですよ。え、かなりの重傷って、カルル君、まさかあなた、その顔色、あの薬を使ったの？さすがにお医者様だけあってわかるんですね。でも別にあなたに関係ないじゃないですか。ふざけないで。その薬は確かに回復力はすごいけれど、それは一時的なものなの。その副作用から来る体への反動は大変なものだわ。だから服用し続けることによって痛みを忘れようと中毒化してしまう。それはイカルガ内戦時に最前線の兵士に与えられた薬なのよ。そんなこと僕が一番よく知ってますよ。で、それが何ですか？バングさんが不思議がっていたわ。誰と戦ったかは知らないけど、うまく加減されていたって。けどあれは普通に動けるような怪我ではない。でもあなたは立ち上がって少尉さんと戦った。なるほど、これが理由ね。先輩たちも、バングさんも、あなたも僕のことを何も知らないくせに、見せかけの心配なんて鬱陶しいだけなんですよ。大人はいつもそうだ。おじさんたちだって優しいふりをしても僕と姉さんを汚いんだ。カルル君、あなたがどんな人生を送ってきたか私にはわからない。でも私は。いいから、僕にもう関わらないでくださいよ。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. これからです。姉さん、準備こらせ。準備カウンター。カウンターゲー。手当てだ。キャッキャッ。姉さん、手
ニルバーナが止まった？カルル君？姉さん、今のはどうして？カルル君、分かってくれたの？違う！違う！大人はみんな汚いのに、それなのにどうして？でも僕はどうしたら。姉さん、どうして僕は泣いているんだろう。おかしいな。姉さんじゃないって分かってるのに。ごめんなさい。私はあなたのお姉さんではないけれど、でもこうしてあげることはできるわ。泣くことは恥ずかしいことなんかじゃないわ。涙を流せるなら、あなたはまだ戻ることができるから。姉さん、僕は姉さんと暮らしていければそれでよかったんだ。それなのに、それなのに、あいつが本当に辛かったのね。見苦しいところをお見せして。こら、そういう気遣いはいらないわ。私だって泣くことぐらいあるもの。ライチさんも？ええ、だからいいの、気にしないで。はい、ありがとうございます。あと、ちゃんと治療はしないと。もう回復薬に頼ってはダメ。とりあえず診療所へ来なさい。え、でも、こういう時は素直に言うことを聞くものよ。そうですね。お邪魔させてもらいます。いいよね、姉さん。姉さんもそうしようって。ほう。確かにエイダに似ているな。どうしたの、カルル君。あら、あの人知り合い。なかなかいい憎悪だ。だが、まだ浅い。なぜ姉さんをあんな目に遭わせた？あんな目？僕の頭から離れないんだ。あの時の、あの光景が。それを、忘れたとは言わせないぞ、父さん。お父さん？まさか、あなたが、レリウス・クローバー、狂気の人形師。あ、それか。アークエネミー、ニルバーナ。そうだな。今思えばいい研究資料だった。エイダにも協力してもらって助かった。協力？姉さんを、機械に組み込んで。あれが協力だっていうのか？十分に自分の役目を果たした。それがどうした？そんな、ひどい。ライチさん、ごめんなさい。僕はやっぱり
父だけは許せそうにありません。姉さん！何この感覚は？カルル君、ダメ！ギャーな、シンクのニルバーナ、デトネーターイグニス。イグニス、まさか。そうだ、これこそ私の悲願の依り代となるべきものだ。そのような完全なものでは意味がない。完全？何を言ってるんだ父さん。次元境界接触用素体、あれも作ってはみたが、あれではダメだ。あれはすでに完全だ。完全であるがゆえに程遠い。それを教えてくれたのがエイダだ。あれには感謝している。貴様がその名前を口にするな！うん、なかなかだな。もう少しというところか。カルル君！大丈夫カルル君？あなた、自分の子供に。そこの、確か見覚えがあるな。あれは確か、ここの絵の。あなた、博士を知っているの？イグニスを。これを共に創造したのは、ここの絵だ。嘘！博士が？ふん、そうだ。ここの絵。やつも、新アーキテクトとなり得たものだ。新アーキテクト？だが、やつは、その技を捨ててしまった。ようだからな。もう奴に価値はない。博士がアークエネミーを久しぶりに話しすぎたか。まあいい、どちらにせよ時間だ。奴の使いは十分果たしたろう。では絶対に許さ。イグニス、終わらせろ。ニルバーナ？ねえさあ、面白い反応をするなエイダ。村雲が目覚めるか。しかしあの第十二素体がな、出来の悪い人形と思っていたが、私もまだ未熟か。ニルバーナ、ありがとう。カルル君。カルル君。はあ。ライチさん。大丈夫？あ、あ、うわあ！
目的だったのか、どうぞ。カルル君、どうしたの？やめなさい。やめて、カルル君。一体どうしたの、カルル君。落ち着いて。落ち着けるわけないじゃないですか。だってあれは、奴の持っていたあれは、イグニスクローバー、あれは僕の母です。よしっと。姉さん、準備できたよ。ごめんね、姉さん。無理ばっかりさせて。でも姉さんは、必ず僕が。うん。わかってるよ。父さんはこの僕が必ず倒す。でも今の僕じゃ。だからこそ、青の魔導書を手に入れる。見せる。でね、イカルガに向かおうと思うんだ。あのデトネーター、イグニスを想像したっていうイカルガにね。でも、あの廃墟に手がかりがあるかどうか心配だったけど、ラグナザ・ブラッドエッジもイカルガに向かったっていう情報を聞いたんだ。これは絶対に何かある。あの第七機関のここの絵とかいう人も見つけないと。さてと、じゃあ行こうか、姉さん。あ、ごめん。ライツさん、バングさん、黙っていくことを許してください。でも本当に感謝しています。もし僕が大人になるようなら、あなたたち、ライチさんみたいになりたいと思います。本当に、本当にありがとうございました。